どうもラジオさんです。今回も海外のドラマスタートレックに出演している俳優の紹介をしていきます。スタートレックを知らないよって方はこちらの動画で主要な構成を紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。今回はスタートレックボイジャーの保安主任トゥボック少佐を演じたティム・ラスをご紹介していきます。それではどうぞ。まずはティム・ラス演じるトゥボック少佐について解説します。2264年バルカン星で生まれた宇宙艦隊士官で、その後何事もなく2289年両親の勧めで宇宙艦隊アカデミーに入学し、2293年にはヒカル・スールー大佐の USS エクセルシオールに勤務します。しかし地球人の規則よりも友情や恩義を優先する態度に疑問を抱き、2298年に一旦退役、以降はバルカンの修行に明け暮れました。また2304年にトゥペルという女性と結婚し、三男一女に恵まれています。その後2349年に現役に復帰して USS ワイオミングに勤務、以降時期は不明ですが宇宙艦隊アカデミーで16年間教鞭を取り、2371年までには木星ステーション等に勤務。同年には反ガーデシアゲリラ組織マッキーにスパイとして潜入していました。そして作戦行動中にデルタ宇宙域に飛ばされ、同じくアルファ宇宙域から飛ばされた USS ボイジャーと合流し、対立していたマキと宇宙艦隊のクルーが協力して地球への帰還を目指すことになりました。以降トゥボックは保安主任として上官であり友人でもあるキャスリン・ジェインウェイ艦長の長い航海を陰から支えていくことになります。トゥボックとジェインウェイ艦長が知り合ったのは2365年に、ジェインウェイの最初の式におけるミスを監督していたトゥボックが3人の提督の前で指摘したことが最初です。当初ジェインウェイはこの指摘に傷ついていたようですが、2人は以降友人関係を築き、 USS ビリングスでは彼女の指揮下にありました。2371年バットランドでの反カーデシアゲリラ組織マキの捜索任務に先立ち、ジェインウェイはトゥボックを潜入させスパイ任務に従事させました。トゥボックはマキの指揮官の一人であるチャコティの信頼を勝ち取り、マキへのスパイ任務は成功しました。しかし任務中、チャコティらマキの宇宙船とジェインウェイ指揮するボイジャーが高度な転送技術を持つ異星人によって7万光年も離れたガンマ宇宙域にまで飛ばされてしまいました。この事故で多くのクルーを失った両船は協力して地球への帰途へ着くことに合意。本来なら艦隊士官でジェインウェイに次ぐ高級士官であるトゥボックが副長として補佐に就くのが適当でしたが、マキのクルーを合流させたためマキの指揮官であったチャコティが副長を務めることになり、トゥボックは戦術兼保安主任を担当することになりました。しかし副長こそチャコティではありましたが、ジェインウェイは判断の時しばしばトゥボックの意見を参考にすることもあり、信頼感としてはチャコティと同等かそれ以上であったことは想像に難しくありません。最初は反発し合っていた2人ですが、徐々に信頼を築き上げていく展開は個人的にとても好きでした。ティム・ラス、本名ティモシー・ダレル・ラスは1956年6月22日に空軍士官の父ウォルトとその妻ジョセフィンとの間に生まれました。マイケルとアンジェラという兄弟がいます。幼少時は父の配属先の関係からトルコ、フィリピン、エルメンドルフ、オマハ、台湾などを転々としてきました。トルコのイズミールで高校を卒業し、ニューヨークのローマフリーアカデミーで学位を収めた後、オースティンのセントエドワーズ大学に進みスタジオ芸術を学び、さらに奨学金を受けてイリノイ州立大学で演劇について研鑽を積みました。セントエドワーズ大学に在学中すでにプロとしての出演を果たしていましたが、本格的に俳優業として自立したのは1985年以降。トワイライトゾーンなどのテレビドラマシリーズや映画へ出演していましたが、その知名度を爆発的に上げたのはスタートレックボイジャーにおけるレギュラー出演でした。また1998年にはエルサルバドルの亡命時を実話に基づいて描いた作品希望通りの東としてプロデュースし、自らも出演しています。いかがでしたでしょうか。最近の活動ではネットフリックスのオリジナル映画ミッドナイトスカイに出演し、2023年にはスタートレック最新作のスタートレックピカードにもトゥボック役で1話出演しています。気になった方はぜひご覧になってみてください。
それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。